皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、正の数負の数の8回目、今回は乗法掛け算。その中でも2つの数の積、2つの数を掛けた時の掛け算の答え、これについてお話しします。この2つの数を掛ける時、それが正の数負の数どんな組み合わせかによって答えが正になったり負になったりするんですけれど、まず前半ではその理由を説明して、後半では練習問題を解いてみます。1番、正の数かける正の数、これは答えは正の数になります。小学校の時には実はね、このプラスの符号を取って計算していたんですね。プラス2かけるプラス5、これはプラス10です。2番です。負の数かける正の数、これは負の数になります。マイナス3かけるプラス4、これはマイナス12です。これなぜでしょう、ね。1番はプラス2かけるプラス5って、プラス2が5個あったらいくつですか、もともと足し算だったものを掛け算に直して計算しているんですよね。つまりプラス2足す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 プラス2と5回足し算をしたのを掛け算に直した。これも同じように考えると、マイナス3かけるプラス4というのはマイナス3足すマイナス3足すマイナス3足すマイナス3、つまりマイナス3を4回足した、だからマイナス12、こういうことなんですね。3、正の数かける負の数、これは負の数になります。掛け算って前と後ろ入れ替えても答えは同じになりましたよね。2番でマイナス3かけるプラス4、これがマイナス12だったら、これを逆にしたプラス4かけるマイナス3、これもマイナス12ですよね。ですから正の数かける負の数、やはり負の数になるということです。これ考え方、今マイナス3が4個ある、ね、これをマイナス3が4個増えたらと考えて、そうするとマイナス12になるよと、12減るんだよという、こういう考え方もできます。ですからプラス4かけるマイナス3はプラス4を3個減らしたらどうなるかと考えて、12減る、だからマイナス12と、こんな考え方もできますよね。この考え方をもとにすると、4番の負の数かける負の数、これが正の数、これになることも説明できます。マイナス2かけるマイナス6、これはプラスの12です。これどう考えたらいいかというと、マイナス2を、こう並んでいたとします。3つ並んでいたと、これ3つ並んでいるとマイナス6ですよね。これマイナス6です。最初マイナス6ですよね。ところがこれ1つ減らす、そうするとマイナス4になりますよね。ね、マイナス6が1つ減らしたらマイナス4になった、ね、つまりこれ2増えたってことですよね。2個減らしたらこれはマイナス2になりますね。つまり2個減らしたらマイナス6がマイナス2になったってことは4増えた、こう考えることができます。つまり減らした数だけ数は増えてるということです。ですからマイナス2を6個減らしたら12増えるんだよという意味でプラス12になる、ね、こんな風な説明もできるわけです。で、教科書では道のりと速さと時間を使って説明しています。でも他にこんな考え方もできるんですね。じゃあこれをまとめてみましょう。同符号の二数の積、つまり正の数と正の数、負の数と負の数の積、これは正の数になる。そして異符号、
正の数と負の数、負の数と正の数、この掛け算の答え、積は負の数になると、このようにまとめることができます。次は計算練習をしていきます。練習問題を6問解いていきたいと思います。括弧1、プラス6かけるプラス3、正の数同士、同項の掛け算なので答えは正の数になってプラス18と。括弧2、プラス9かけるマイナス5、正の数と負の数、異符号の二数なので答えは負の符号をつけてマイナス45。括弧3番、マイナス4かけるマイナス2、ね、負の数同士、同符号の掛け算なので答えは正の数になってプラス8ですね。括弧4番、マイナス3かけるプラス7、負の数と正の数、異符号の二数の掛け算なので答えはマイナス21と、こうなります。分数の場合もルールは同じです。括弧5、マイナス3分の2かけるプラス4分の9、負の数かける正の数、異符号の二数の掛け算なので答えは負の数になるんですけれど、先に約分をしておきましょう。3と9、3が1になって9は3になりますね。2と4、2は1になって4は2となってマイナス2分の3と、これが答えになります。小数も同じルールです。括弧6、マイナス 0.8 かけるマイナス 0.6 と、負の数、負の数の掛け算、同符号ですから答えは正の数になってプラス 0.48 と、こうなるわけです。ではこの二数の積のルールまとめておきます。同符号の二数の積はこれは正の数になると、正の数かける正の数、これは正の数、負の数かける負の数、これも正の数、ね、同符号の二数なら正の数になると。異符号の二数の積、これは負の数になると。ですから正の数かける負の数は負の数、負の数かける正の数、これも負の数になる。大切なところなのでもう一度繰り返すと、同符号の二数の積、これは正の数になる。異符号の二数の積、これは負の数になると。これ大切なところなので皆さんしっかり覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。